さあ本日もやってみましょう。バイオハザードアロイツじゃない何日経ってんねん、アロイツ終わってから。はい、ということでね、セブンやっていきましょう。今回ね、あと1個なんだっけ、あのなんかケルベルスの頭取りに行かなきゃいけないので、それをまあ1個手に入れてトレーラーハウスの方まで移動することができたら一旦終わりですね。そこまでちょっとやっていこうというふうに思います。ここ確か出てくるんだよね。あのね、初めてっていうか、あのゲーム実況の方でこれをやった時に、こいつね、確かに2回殺されてん、2回か3回殺されてんだよね。はい。いや、やっぱアルバータ強いね。ウェスカーの魂、俺が引き継いでいくよ。イーサン・ウィンターズ。イーサン W。ね。ウェスカーじゃないんだけどね。まあ、W なんでね。鍵を外す。OK。加工場。そうなんだよな。ここの人たち、出てこないのかな。ここの人たちって結局何を生業として生きてたのかっていう話なんだよね。お宝。お宝。これどこのお宝だったっけ？写真で1アイテム撮るんだよな。うわー、うぜー。わー、うぜー。まあいいや。で、こっちで降りてくるよね。はい、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 三発でぶちのめせるの気持ちいい。ということで、カコン。カコン。オッケー。のこの辺りでアイテム以上かな。よし、じゃあ戻らないよ。戻らずに、戻らずに、北風ピープ吹いて、開けて何もない。何もないのに開けさせるってどういうことよっていうね。で、カンパウダーで拾っといて、でこの辺りどれ開けるんだったっけな、もう覚えてないんだよね。いて、なんだ、ん、あ、いたの、ごめんごめんごめん、はず、普通にシンプルに耳が腐ってたわ。あれ、じゃあここから2つ、あれ3つ開けるのに2つ開けるんだっけ、ちょっと待って、どれだったっけ。とりあえず薬、あ、薬液。今日、見つけた。待って、拾いな、拾いな、拾った。オッケー。で、あれ、どれだったっけな、あれ、ここにさ、なんかヒントってなかったっけ、あれ、何、一回見たやつはもう見せませんよっていう、なんか、超、超、鬼畜ハードモードプレイみたいな。あ、開いたわ。オッケー。こいつがね、また強いし、速いし、硬いし、硬くて強くて太いんだよこいつが。やばいやばい、オッケーオッケーオッケー、逃げて逃げて逃げて、こいつがね意外と速いんだよな。あ、下手くそ、蛇行運転にはご注意。はい、やばい、やばい、ちょっと待って、攻撃範囲が広いのね。かー、何回もプレイ、モールデッドだ、思い出したわ。うわぁ、これあれだよな、4時間プレイに影響するやつだべや。だけど、私はリアルをお届けしたいので、やめることはないです。あの、やめるというか、やり直すことはしないです。それはいいとして、くわぁ、マジか、おら、来いや、早く。てめぇ、さっきよくもやってくれたの、この子は関係ないんだけどさ。あ、外してるし、いきなり。オッケー、2発。最初に出てくるやつの方が硬かったっていうオチなんだよな。くそったれー、あー、もう本当にこんなところでこうなるなんて、ちょっとそれはなんかもう予想だにしてないっていうか、望んでもない行為でございましたよね、本当に。やっちまっただ、鍵だけ開けて、ガチャコン、ガチャコン。うーくそ、めっちゃ固まってるし、パソコン、なんかもう、私の気持ちとこうするかのように硬くなってくれている。硬くて太くて長いのはもうあれだけでいいのに。アイテム拾って、で、戻ろうとしたらまた上からモールデッドが降ってくる。親方、空からモールデッドが降ってきたよ。なんだよ、知らねえのかよ。一体何やろ。ざげんじゃねえぞ。き、はい。おやすみ。もうさっきからなんかもう画面がすっげえカクついてきててさ、ほんとごめんなさい。特にアイテムなんか拾えるかなと思ったけど、なかったから、もうこのまま蛇行運転で進んでいきます。くそ、ブレードモールデッド。レベンズマッツしてやる。これ帰り、さっきさ、そう出てきたやつ、どっから来たんだろうな。これ帰ろうとしたら出てくるのか、あれでも出てこないよね。
ほんとカビだらけだよね。掃除しろよ。あれ、やつはどっから出てきたんだ。そうそう、あのこの部屋に入ってさ、出てきたさ、モールデッドちゃんいたじゃないですか。あれどうやってやられたんだろうな。ああ、ここの部屋に出てくるのか。なんだ、親方は上からモールデッドだ。はい、終わり。で、追ってってと、一番右と、すごい、なんかごめんなさいね、なんかもう荒れ狂っておりますが、もうとりあえず薬液拾って、で、はい、出てておいで、でボン、ここで一発食らわしといての、本当に丸のことかでね、キュイーンとか出てきたら面白いんだけど、確か4時間プレイで、なんだっけ、あ、もうちょっと待って、蛇行運転が過ぎるのね。ふっと降りかかる。オッケー。あー、もうまたクソ、この下手クソ、おつざま野郎が。くるっと降りかかって、こいつ勝ってんだ、ほんと。で、下手クソなんだ、当たらねえんだ、銃が。ててほい。さあ、来い。さあ、来い。さあ、来い、さあ、来い。オッケー、あれちょっと。いや、ほんと硬いね。アルバートだぜ。オッケー。頭がてんてこまいになったね。で、この加工、加工室ね、解体室の鍵か。これを手に入れて、え？どうしたらいいんだ？これ敵出てくんのっけ？敵は出てこなさげだね。まあ、とりあえず、サソリの鍵が手に入ったから、開けられてないところを開けに行きましょう。うん。その前にちょっとアイテム整理だけ。で、これ、ま、ジャック出てくるんだっけ？ごめんなさい。皆さん、酔ってないですか？大丈夫ですか？酔ったら、見るのやめて、ね、いただいて全然問題ないですから、見てほしいけど、見てほしいんだけど、皆さんの体調が悪くなるくらいだったら、一旦休憩しながらね、進めてもらったらいいんで、そこは体調と考えながらね。アイソレートビューって、TPS とかと比べてすぐに画面用意しちゃってもすぐプレイできませんっていう人が多かったりするんでね、そこら辺はご調整ください。で、今からね、2箇所サソリの鍵で開けに行きます。確かサソリの鍵で開けれる箇所って2箇所だったと思うんで、そうだね、でキーピックでこれでカチャ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 、これ何が入ってんだろう、ハンドガンの弾とかかな。正解。一応このまま進んでいきましょう。で、サソリの鍵で、これ、あ、なんか、持ち方がもうど素人って感じだったね。どんだけ肩幅広げて歩くんだって話だよな。で、これでいいとして、で、ここに戻ってきた方がいいけど、ジャックっているのかな？いないよね、もう。これで徘徊してたとしたら相当な暇人だよね。どんだけ追いかけ回してんの、舐め回してんのって話だもんね。よし、じゃあ戻ろう。おっと待って、あ、いたんすか、いたんすか、ちょ、痛い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 。ちょっと待って、どうしようなんかめんどくさいから、もうとりあえず一発蹴散らして、蹴散らされてる。おお、全身敬礼を。だ、まあこの子鉄分好きだから、鉄分とりあえず与えまくっといたら OK だね。で、あー痛かったっつって、どっかのタイミングで蘇ってくるんだけど、その蘇る前にシルクハット逃げる。よし、 OK。 で、ここ特になんもない。とこの部屋何なんだろうな、この部屋何なんだろうな、よくわかんないね。傘とかいっぱい落ちてるけど、すーげえ酔っ払うな、なんかな。あ、そうだ、これあれだですよね、なんか入れ歯だと思ったら入れ歯だった。そんなすぐでも蘇っては来ないよね。じゃあおやすみ、ジャック。もう君と会うことはないよ、ここではな。はぁ、ということで、一旦ね、そしたら戻ってでセーブして終わりたいと思います。次回解体室行って、ちょっとね、切り刻みタイムをやっていきたいというふうに思います。所持品が多すぎてショットガンが手に入らない。おお、マジか。どうしようかな。戻るのがめんどくせいんだよな。もったいないけど、デーンって打っとこう。ほい。あ、でもこれ4発、あ、しまったな。こっちじゃない方がいいか。
まだジャック来てないね。あ、そっか、リペアキットで直して手に入れるショットガンか、あれな。どのタイミングだったかちょっともう忘れてしまったから、まあ いやとりあえずこれ持っとこう。でリペアキットが戦争に手に入るんであればそっちに切り替えてやっていこうと思うんです。威力とやっぱあの連射速度っていうのはそっちの方がいいから。連射速度ってなんだ、連射速度ね。はい、ということでね、次回解体室向かっていきたいというふうに思いますんで、ここで一旦アイテム整理だけしてコンパートはね終了とさせていただけたらというふうに思います。ぜひね、あの次回パートもねチャンネル登録ボタンして待っといていただいて、で本パートに関してはグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいでコンスでございます。とりあえずこれはいらないかな。はい、ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。いやー、まさかのジャックと出くわしたの、あれは本気でビビったね。はい、ということで以上でございます。また次回パートお会いしましょう。バイバイ。